クリスチャンビジネスマン中村、エピソード41です。昨日はね、通り噂違いました。これ初めて、初です。41日目にして初です。残念。なので今日2回撮っちゃおうかな。昨日は土曜で、午前中教会仲間が来て、でみんなね、その前の週はサンクスギビングで教会行かなかったので話も聞けず、もちろんポッドキャストで聞こうと思ったら聞けたんでしょうけど、誰も聞かず、なのでね、一応こういう質問を投げてみたらどうですかみたいな、なんかディスカッションベースのね、テンプレートあったんですけど、みんなで、まあ、せっかくサンクスギビングでね、感謝祭だったんで、まあ、今年、何が一番、何について一番感謝したのか、するべきなのかについて、みんなでちょっと、カジュアルに話をして、その後お菓子を食べて、まあ友達としてね、そしてまあクリスチャンとして、兄弟姉妹としてね、いい時間でした、すごく。そしたらね、午後がっつり仕事をして、そして子供たちの面倒を見て、晩ご飯食べて寝かせて、その後またがっつりやりました。そしたらね、すげえ頑張ってね、朝3時ぐらいまでFacebook のね、宣伝をちょっといじってたんですよ。いろいろやりだすとなんかもうキリがないんですよね。でそれをずっとやってたら取り寄せちゃって寝ちゃいました。4時間寝て起きて、子供たちの朝飯作って、カナギ食べさせてる間、僕はこれからシャワーに入って、その後みんなで教会に行こうかという話になってます。日曜日の朝でございます。そんなこともありました。はい、はい、短いですね。すいません、面白い話がなくて、こんなとこです。また今日2回目ぐらい撮っちゃおうかな。まあでも変な約束はしない方がいいな。 OK、 ほなね、また。